こっち、まっすぐ行って、え、ちょっと、テラフォーマーズじゃないじゃないですか。え、絶対やだ、絶対やだ、おかしくないですか。いや、おかしいですよ、これ。え、いや、セブン最後なんで、ね、707番来たでしょ、これ。テラフォーマーズ、すっごいかっこいいテラフォーマーズですね、これ。マジで、神々しいわ。はあ、さあ、何を打つでしょう。あー、お金かかりそう。7月は七瀬の月って一応言ってるんですけど、まあいかんせん毎年7月が弱いっていうね、私。カード台で、今日は私ハーデスで神の子になりたいと思います。チョキポイセブン。セブン初登場ですもんね。初登場です。そうなんです、だから知らないんです。一応セブンセブンっていうのがボイセブンのしげたりしげたりですかね。で、今回すごく残念な、はい、お知らせがあると。はい、リオちゃんも知ってるよね。リオちゃんの口からじゃあ4年分の最後、リオちゃんの口からお願いします。え、4年分の、私4年やってないですけど、本当にそうなんですよ、私は4年やってないですよ。でもすごい素敵な番組で、今日で最終回と聞いてとっても残念な。そうなんです、はい、今回でときっぽい、ときめきポイントパラダイスセブン丸4年やりまして、神里ラウンドは今回が最終回となりました。はい、そうなんです、神里ラウンドが今回最後ということで、はい、浦和ラウンドの方は、まあ、永遠に続くということなので永遠にご安心を。振り返ってみますか。はい、じゃん、じゃん、現在のポイントランキング、まあ、1位がなんと安田蘭ちゃん。あのフォアフォアしながら、すごい、なんだっけ、ずる賢いじゃなくて、ゆうじゃん、あざとい、あざとい、ちょっくり369ポイント。一応あの平均になってるんで、これ出た回数の平均となっているんで、トータルからね。あざといわ、しっかりしてるな、ポイント。薬を飲んでなんかもらったらしい。ドーピングじゃねえかなと思ってる。ドーピングじゃない、大丈夫、うん、決めたと。そうなんです、あざといし、あざとい。それはそれの次、続いてだいぶ下がり、100ポイント以上、130ポイント、ね、今ダントツね。で、まあ、こうバーってきて、まあ大体普通よ、ここら辺までは普通ですね。98とかちょっと100を切るっていうのも、あの相田恵美子さんぐらいなんですよ。あの大先輩の、そう、かの相田恵美子さんぐらいなんですよ、100を切るポイントを出すっていうのは、はい、ただそれをもっともっと50を下回る数値で46ポイントっていう相沢ゆきなちゃん。相沢ゆきなちゃん、会ったことある？会ったことあります。どう、正直この46ポイントを見てさ。46ポイントやる気がないんじゃないですかね。ね、やる気ないよね。46ポイントとか本当何もしなくても、そうですよね、トイレ行って帰ってきたら46ポイントだから、ね、たまってますよね、うん、そうですよね、そういう番組ですから。今日が初めてだから、そうです、今日でこの369ポイント越せば、越せば1位よ。おー、それはね、いいよね。やった。でしかも今回最終回っていうことで、ちょっと特別ルールらしいんですよね。え、本当ですか。そう、知りたい、なんじゃこりゃ。神里ラストラウンドスペシャル対決、パチ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 、超セブン揃いたい。どういう、どういうことですか。いい番号を引いたにもかかわらず、ハーデス。そうですね、私も凱旋取らされましたよ。超セブン揃い対決、
なり合わせて2万枚出してフィニーと、あとはいつもと一緒いつもと一緒あーそうですね、えあーそういうことがあったんですね、わかった、えそういうこと、あのねボーナスとか引くと誰か揃うでしょ、その回数が多い方が100ポイントもらえてたんですよ、だから毎回リプレイでもひななでも揃うからダメって言われてた、なるほど思い出しました、4番目のこれ見て、絶対おかしいですよねこれ、しゃっかり7777に合わせるあざとい感じ、これはちょっと待ってください、やったー、え待ってくださいよ、待ってくださいよ、そういうことよ、もう7777気にしたことあります？本当ですか？はあ、まさかの最終回で、最終回だね、最終回でそこを攻めるという、はい、おーでかいですねこれは、200ポイントっていうとこがなんか嫌じゃない、最終回でさ、なんか7絡めてほしいよ ね、 そうですよね、やっぱり7まで続いたんだから、微妙でも増えることに私たちからさね、ラッキーだから、じゃあ207ポイントでお願いします、207ポイントでありがとうございます、ルール分かりました、バッチリです、ハンドの仕方はここをこうやってピッ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 って押すって、これはあれらしいよ、あのいちいちチェックしないらしいから、ズルはダメ、ズルはダメ、分かりました、ラカード神作戦さんでズルなんて絶対ダメだからね、ズルはしないです、はいはい、いきます、頑張りたいと思います、この7に気を取られて画面を見てないっていうことがある、あ、回せなかった、あ、OK、記念すべき1、私本当に凱旋去年のゴッドの日以来一回も触ってないんですよ、ほぼ初打ちなんで、そうなんですよ、2回目なんで、いやもう怖いんですよこの手の機種本当に、本当なんで凱旋打ってんだろうマジでおかしいですよ、今日はバルさん炊いてこようと思ったのに、いやカーレスは面白いと思うんですけど、私凱旋あんまり触ったことないんで、何が何だか分かんない、何が面白いのかいまいちわからない、半分もう引退しかけてるのにゴッドを、ゴッド引退を、ゴッド引退しようと思って1年以上経過したんですよ、ゴッド引退というかあの凱旋引退をしようと思って、そうですね、いいことということは7を揃えるしかないんですよね、せっかくセブンもなんでね、それではですね最終回スタートしたいと思います、きっちりですねカチカチしていきたいと思います、あ、これでカウント1カウント OK、せっかくハーデスとか、ゴードとか打つならプレミアムフラグを引ければ
とりあえずは50ポイントもらえるということなので、それが例えばハーデスであったりゴッドであったり、まあ、紫はダメですけどできるってことなので、そこもまあ狙いつつ7ゾロイ、超セブゾロイができるかどうか。チャンス、このカウンター自体は初めて私使うですけど、ちょっと通行にここはどれぐらいの人が使って利用されてるかとかいうので使ってるの見ますけど、いやー正直めんどくさい、忘れますしね。右手ではボタンを押して、左手でもカウントして、目でも判断しつつ喋りつつっていう、なかなかそうです、大忙しですけど、まあ最終回なんでお仕事が多い方がいいかなと。でも結構いいペースじゃないですか。基準がわからないですけど、60回転で、28回、当たればすごい7ゾロイできるんですけどね。これ1カウント、こっち側なんですね、ポイントじゃない。早かった、今からすごい押さないといけない、忙しいね私。投資3本で当たりました。あー冥王かゴッドだったらよかったのに。あーしかもいいね、この状態で1000ゲームハマったらマジで死にますよ、本当に。よくわかんないし、ハマるしって。だもう一生打たないかも。今日出れば。そうやってやめられなくなっちゃうんですよ。中毒になっちゃうんですよ、この台は。怖いなぁ。これマイゲーム押さないといけない。でもそう考えるとリオちょっとあれじゃない、不利じゃないですか、毎回、7が揃うわけじゃないんで。めんどくさいんで 60回転で上乗せをしなければ、まあ、10ゲーム引いた感じでして7ドルしなかった回数を数えます。額で足しますね。ちょっとめんどくさいわけじゃないんですけど、あの手元が狂うとスルッとにもちょっと集中できないですし、こっちもおろそかになっちゃう可能性があるので、そこ
は効率よくいくためにっていう、もずくルールなんで、それはあのコインを置いて、でそれはこっちのカチカチくんで数えますね。真面目か、だいぶ真面目に私は業務を、しないですけど、とりあえずは274枚ということで60ゲーム足したいと思います。これあのなんか10のくらいのボタンがあるとかじゃないんで、まあ収録番組見てると数えされてる人多いと思いますよね。さあ入りました、ヘル、やった、余裕のヘルゾーンです。本日2回目のあたり、さあ誰、おめでとう。こんぐらい、え、もう400回してんですか。やばい、死ぬほど暇だよこれ。わからなでもゴッドでもいいから引こう、なんでもいいから。
赤七を膝蹴りするぞ。なんか全然なんか出てこないんですけど。ちょ、やばい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 。マジで1個も取らないの？何が20個乗せますだよ。おかしいよ。これで揃えればいいんですよね。フリーマガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいてますか？ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん。黒バラの漫画も、もうするぜ、するぜ、するぜ。